ちょっと聞いてください、えー。今回はちょっとあんまりよろしくない話ですね。よろしくない。うん、まあよろしくないですね。えー、結論からあー言いますと、えー、自分たちのステッカーが転売されてました、メルカリで。で、自分たちのステッカーだけだったらまだしも、それ以外の方のステッカーが売ってたんですよ。うーん 転売メルカリで売ってた。転売は別に、まあ、うん、100ポイントっていいかなと思ったりもしたんですけど、でもダメだって思ったのが、これ視聴者さんプレゼントで、5枚セットかなで、授けた、授けたというか、えー、お渡ししたやつなんですよ。これがね、あの、北井勝利さんの、 やつワルノリモータスさんのやつと、ワルノリモータス。で、カーズさん、トレボンさん、あとは、マルセイグループさんのステッカー。で、これ、ちょっと、あの、わざとこれを買って、なんか、指摘してやろうかなって思ったんですよ。 しかもなんか、撮影もしてやろうかなと思ったの。でも撮影のところからするとちょっとかわいそうかなと思ったから、うん、撮影するのか指摘してやろうかみたいな感じだったんですけど、今はもう消されちゃってる。うん。だからまあ、自分で気づいたのか、他の方に何か言われたのか、何かわからないですけど、もう取り下げだからまあ、いいかなとは思うんですけど、えー、まあ、この人のことはまあ、晒しません。うん。でも、良くないよね。うん。 今も言ったんですけど、自分のステッカーだったらまだしも。いや、でもなんか、マル先輩とタコ持チもかかってるしな。うーん。でも、他の方のステッカー、開けたやつ売ってるんですよ。これはなんかあんまりありえないかな。いや、ありえないよな、普通に。うーん。って思った。これ、み、えっとね、最近ね、もう一個あったの。画像を、俺がね、 タクボッチのーレンマルをインスタにアップしたらその動画が勝手にインスタで使われてんの。多分それはそのままになってるかもしれない。で、まあ一応は晒さない。けど、あんまり気分は良くないよねって。うん。まあ、タクボッチがいいならいいかもしれないけど、いや、良くないよななんだろうね、この問題ってすごく微妙なところで、 うん、そんだけなんか知名度が上がってるから、価値があると思ってるから、パクるんだろうけど、別になんか、俺は多少は別に大丈夫。<laughs> うん。けど、他の人が関わってて、多分、嫌な感じの気持ちになったりする人って絶対いるんすよね。だから、画像パクるのもそうだし、ステッカーも点もそうそれちょっと違う感じかもしれないけど、それがなんか立て続けにね、 えー、怒ったから、これだけちょっと言っときますわ。一応さ、一応さというか、あの、DM してきてくださいよ。自分に言って、交渉してくれればいいですよって全然言うかもしれませんし。うん。あ、でもな、転売はないか。どうですかどう思いますか 無断転載と無断転売もらったものを別に法律に違反するわけじゃないとは思いますよ。あれ法律に違反するのかなどう思いますかこれ。ま、こんなことがあったので、まあ、な、なんか一応自分は相談中かなんか、なんか、えー、連絡してきてくれればね、変なことじゃなければ協力は全然しますし、はい。っていうのを思いました。 自分もちょっと気をつけていかなければいけないですね。うん。まあそんな話です。これを <laughs> 今そのお二方見てたらお気をつけを。では。